買ってないやついる？なんだ貴様。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが、力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。七両としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。杏花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても杏花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。俺らじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ。やれ。